あ、どうもコレクターズでございます。どうも加藤です。どうもです。先日ね、あの雨の大阪城でさ、はい、大阪城野音っていうの、あそこで武道館バトンをさ、そうですね、綺麗に渡して、うん、あれからまたちょっと時間が過ぎまして、はい、いよいよ一般発売。なるほど、うん、うちもほら先行とかでね、売って湧いて、まあね、うん、こうなんか心得あんの、こう一般って結構さ、いや一般発売ってことは、うん、もうここで終わりってことだから。ちょ終わりってことどういうことなの。いや一般発売までが、まあなんつうんだろうな、勝負だね。ということはね、つまり簡単に言うと、うん、これ以上は入んないよってことだろ。もう極端に言うとね。だからもう行く人はもうみんな買ってるんですよね。だからこっからが難しいの。春聞いとけよお前。こっからはさ、なんか俺も行けると思ったんだけど、歯がゆい思いしたからね。なるほどね。ってことは今がリアルの数字だと、ここまでが実力なんだよ。なるほど。俺も本当分かったんだけどね。じゃあ人の一生で言うならば、こっから先は余生だ。余生っていうか棚ぼたなんだよね。なるほどね。増えたらメッケモンと。そう、今のリアルな数字を頭に描いて、もう MC も考えろよと。てかね、こっからどう攻めるかがね、難しいな。そうだよな。実際に俺たち何やったんだっけ、一般発売後に。何もしてないけど、一生懸命こうやったよ、あのラジオも。あ、そっか。取材も。そうだね、普段はやらないようなね。普段だったらお答えするようなことも全てやったでしょ。やった、そうだな。春は普段通りこだわってるって言うんだから。マジか。知らないけど。断りそうじゃん。なんかやらなそうだよね。じゃあここはちょっと、まあマスコも言ってたんだけど、普段こう頭下げないところも行ってさ。そうね、うん、やっぱりね、本当にね、本当こっち思ってる100倍ぐらい届かないんだよね。そうなんだよ、あの知らないんだよね。そう、だからピーズなんかもキャリアがあるからさ、知ればね、行きたいって人もいると思うんだけど、それにね、届かないんだよな。マスコは言ってたんだけど、俺たちにはまあ、商法をね、商売として当てはまらなかった、あのほら、夜市のさ、いわゆる屋台のひよこ商法ってやつ、この捨てられた子犬商法っていうか、こうピーズとね、フラカンはこれがうまく機能するっていうのよ。なるほど。つまり何が言いたかっていうとね、フラカンは越谷レイクタウンっていうさ、とんでもないさ、もうイオンモールのさ100倍でかいのところで弾き語りで歌ってたら、おじちゃんがやってきて、名前は知らないけど頑張ってんな、じゃあチケット買うっつったらしいんだよ。なるほどね。だからやっぱそういうのを大山ハッピーロードとかでやった方がいいと思う。ハッピーロードね。ダメなの。ハッピーロードか。ハッピーロード売れないと思うよ、ハッピーロードじゃ。ダメか。うん、まあとにかくでもありとあらゆる作戦をね、そうだね、うん、練ってね、1枚ずつってやっぱ手売りするような、そうだね、うん、まあ、一見は必要。でもまあピーズもほら底力あるから。そうだね、なんだかんだ言って、最後はやっぱりこうね、いっぱいの武道館作ってくれるんじゃないかな。でもこんなこと言ったら悪いんだけどさ、ピーズガラガラの武道館も絵になるよね。お前さ、いやいやいや、これ一言、いやいや、これ違う違う、これ本当マジで俺思うの、なんかなるほど、かっこいいなと思うのよ。それはそれでかっこいい、ね、ただやっぱりね、その制作費っていうのがあって、その赤字になっちゃうと困るから、そこだけ心配。そうだよな、そこマジ本当心配だからさ、うん、本当頑張ってもらいたいんだけど。そうだね、まあ言えることは何もないね。そうなんだよ、頑張ってくれとしか言えようがない。まあ我々をね、そうそうそう、応援してるんですよ。まあ俺たちミニクシー、ミニクシー俺ら買ったし、買ったからさ、うん、だから、まあ、まあ我々もね、せめて周りあと10人は売ろう。そうだね、俺たちもちょっと売るわ、うん、だからまあ、まあ力になるとしたら、まあ、うん、俺たちを見たいがためにピーズに興味ないけど来るっていう人もいるから。そうだね、そういう人が何人いるか、コレクターズの底力でもあるね、これはね。そうです、試されるね、俺らもね。というわけで、はい、頑張ってください。頑張ってください。